投稿ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、次回のお題です。1月も3週目になればもう正月気分も抜けてる頃でしょうということで、〇〇が抜けましたと言ってください。水木さんがどうなりましたと聞くので、答えてください。例えばこんな感じですかね。髪の毛が一本抜けました。どうなりました。パーフェクトなハゲになりました。最後の一本。そう寂しい。こんな感じでお答えください。お待ちしてます。お待ちしてます。